イメラジオ第3796回、今日は令和4年6月22日水曜日です。時刻は午後0時半、横浜港北、水曜日の午後となりました。梅雨の頃らしく空には雲が覆っていますが、今ちょっと雲の切れ間が出てきたのか街が明るくなってきました。今日はこの放送が終わったら緑道を走りに行ってきましょう。夕方からはオンラインの授業が3つありますね。さて3796回目の夢ラジオ、今回はガナハさんと参政党、こんなタイトルでお話ししましょう。ガナハ雅子さんと参政党ですね。ガナハ雅子さんについては、彼女がチャンネルさくらで活躍していた頃よく取り上げ、そしてさくらを飛び出した時の経緯はこの夢ラジオでも逐一まとめましたね。経緯は以降もう2年経つんですけど、ガナハさんは海外を放浪し、でアメリカ大統領選挙がありましたね、2020年の秋から冬、あのスッタモンダの時にアメリカからいろんな発信、私はほとんど見ませんでした。その後彼女の放浪は続き、そして最近は沖縄でなんですけど、沖縄で県民運動を行うとか、沖縄で今も体質は変わらない2紙2つの新聞に対しての抗議運動を行うとか、そういうのは聞こえてこない。ただ最近は本を翻訳されたということで、ガナハチャンネルでご紹介なさっていましたね。英語ができるというのはやはり彼女の大きな武器でしょう。ただしこの2年間なんだかんだ言って沖縄でのまともな活動がガナハさんできてはいない。ちょうど2年前ごたごたがあった時に、沖縄の保守陣営の中でガナハさんに対する批判も出てはきたんですね。でそのガナハさんに対する批判の、まあ、一部は県民運動をまとめきれていない、みんな離れてしまっている彼女からという、そんな批判、それは横浜にいては確認のできない話で、ですからそんな意見もあるよというお話だけに夢ラジオではとどめておきましたが、2年経って彼女が沖縄で県民運動を一つ起こせない、そのことを見た場合、ある程度ガナハさんに対してあの頃沖縄保守から起きていた批判も当たってたんかなと思ったりはしますね。ただしそれが一体何の理由によるものなのか、それが全くはっきりせず、そして沖縄独特の事情もあり、だからガナハさんが悪いとも言い切れないという、そういうこと。ただし一時は沖縄の保守をまとめるのはガナハさんかと思われていたあの雰囲気からは今はもう遠くなっている、それは指摘できるでしょう。何度も言いますが、それがガナハさんの落ち度によるものなのかどうかはわからない。ひょっとしたらガナハさんを批判していたね、ガナハさんを批判していた方々にもそれなりの欠点はあったのかもしれない。
そんなガナハさん、これからどないしはるんやろなと思って見てはいましたが、ここに来て参政党のお方々にインタビューをするっていう、そういうことをやってらっしゃいますね。私は見ていないのですが、参政党を応援する演説もやってらっしゃるんでしょうか、ガナハさんは。どうなんでしょう、その辺。まあ、いずれにせよ、今ガナハさんが参政党に近づいているなっていうのは間違いないことでしょう。ガナハ雅子といえば保守の期待けれども、新党国盛りに戻れるはずはない。まさかガナハ雅子が NHK 党に行って立花隆と一緒に何か のパフォーマンスやるとは思えない。そうです、ガナハさんにとって今政治運動をやろうと思ったら行くとこは参政党しかないはずです。そして参政党としても、このガナハさんの与力同心、これは願ったり叶ったりで、だからこそ参政党のボードメンバーみたいなお方も喜んでガナハさんとの対談には応じてらっしゃるようです。思えば2年前の沖縄保守のごたごた、それはガナハさんが FM21 というそういうラジオ局から番組を下ろされて、それが言論弾圧だと言い始めたことから始まりました。ですから実はFM21 裁判というのはチャンネル桜とは全く関係のない話で、ですから水島さんと物別れになる理由も本当はなかったんですよ、あの時ガナハさんは。もうちょっとうまくやればガナハ VS 与田あたりで話が止まって、でガナハさんもまあ言いたいことあってもぐっとこらえて、そのままさくらの沖縄支局で頑張ってれば、それなりの可能性もまた開けたのかもしれないけど、飛び出していっちゃったわけですね。でその後の海外放浪けれど、その放浪の果てに今参政党という新しい党ができ、参政党そしてガナハさん、いかにもいい相性な感じがね、相性が良さそうな気がしませんか。しかももしガナハさんがこれから参政党で活躍されるなら、この2年間も充電の時期だったと。しかもよく政治家でこういう充電の時期、つまり世間的には活躍できない時期というのはあるはあって、どんな政治家にも。で、できる政治家はそういう時に本を書いたりしてるわけですよね。ガナハさんも、まあ、今回翻訳というのを進めて、その時間を無駄にせず、そして今参政党というプラットフォームから政治に打って出ようとしてるんかな。2年前の彼女が桜から出ていった経緯はお世辞にも褒められたものではなく、そして参政党にしたところでまあいろいろ突っ込むところ満載の、けれども選挙も近くなってきたしね、支持者は頑張ってらっしゃるし、そしてまあ保守新党であるのは間違いないので、もう参政党のねことを辛く言うのはやめるとしてもです、そのガナハさんと参政党、これが今後どんな形で次のステップ踏み出すんかなっていうのは見ものといえば見ものですよね。参政党が今回の選挙でどれぐらいの成果を出せるのか、それもガナハさんはきっちり見極めようとしていることでしょう。これでもし参政党が1議席ならず2議席、3議席、こういう形で躍進していくならば、ガナハさんとしても次のプラットフォームはここかなという感じで参政党にさらにコミットされると思われます。少なくともガナハさんは今みたいな
なんか浪人 浪人の形で、時を過ごす方ではないでしょう。夢ラジオ第3796回目、今回はガナガさんと参政党、ありがとうございました。